えー、ギークサイでヒルクサイは長期的には自社でエンジニアを変えた方がうまくいくだから他の国はそうしてるんだと思いますがなぜか日本は SIR に丸投げする傾向が強いと言ってましたが実際二次下請け三次下請けが当たり前でエンジニアはかなり変えたかれてますねどうして日本企業はこんなに理不尽なことをやめられないのでしょうか日本のエンジニアに一末の救いの可能性をください、えっとですね、日本の経営者は無能でも許されるからだと思いますこの結局あのエンジニアをある程度雇用してその会社のために回すためには その会社の経営者がじゃあ IT に対してある程度知ってなきゃいけないしでそこの下にその、ま、あの社長自体がじゃあそこまでエン,あのエンジニアリング詳しくなかったとしてもじゃあそのエンジニアリング担当にある程度の権限を渡してでそいつが何言ってるかっていうのを理解できるっていう構造にしないといけないんですけど日本の大企業ってぬるいのでそこまでやらなくても社長として温存と暮らせたりするんですよね。 あ,のまあその,他の国とかだとあの無能な社長がいると株主が怒って追い出して優秀な社長に告げるってなうるんですけど日本の場合ってその株主がその社長を変えようっていうのはあんまりやらないんですよね。 なので、あの結局、その日本の場合、社長が無能だから言う、その要はあの自分たちでエンジニアをや党ものではなく、そのなんか,あのなんか言ったら、へいへい言って聞いてくれるその IT 系の s イ a に丸投げしといて、でなんかよくわかんないけど、文句言ったらそのなんか s イヤが頑張ってなんとかしてくれるみたいな感じで、そのシステムとかそのスタックっていうのを自分たちでどうまとめて、どういうふうに会社のために動かすかっていうのをやらない方が楽っていう、そういう構造なんじゃないかなと思います。